今回はこちら、上下に穴が開いているガラスドームを使って風鈴のピアスを作ります。どうぞ最後までご覧ください。使用する材料はこちらです。ピアスやイヤリングはこちらのタイプであればどれでも大丈夫です。工具や備品はこちらです。